はい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 、ウオーサオー、ウオーサオーでございます。玉木、沖縄県知事玉木デニーがですね、中国に怒られました。中国に怒られちゃいましたね。玉木デニーがですね、台湾の頼清徳さん、ね、一応総統選挙を勝って、まあおめでとうねって言ったらですね、中国がですね、ふざけるんじゃないと、頼清徳なんでね、中国の敵なんだから、そんなやつが当選しちゃう、何を喜んでるんだ玉木デニーってですね、中国からですね、なんと怒られてしまいました。したらですね、玉木デニーですね、ごめんなさい中国様って言うのかと思ったら、なんとですね、玉木デニーね、一応ね、ギリギリ日本政府とかアメリカ政府のですね、一つの中国は認めるけれども、中はね、台湾をですね、武力侵攻することは許さないというですね、その範囲内でギリギリですね、いや中国さん、中国さん、私は今までの変わってませんよ、まるで中国さんはですね、私がですね、台湾を応援するね、中国から沖縄を守りたいというですね、まともなことをですね、言い始めるんじゃないのかということをですね、どうも懸念されているようなんですけれども、いや中国さん、中国さん、私玉木デニーは今までとあんまり変わってませんよ、でも武力侵攻はダメよみたいな感じのですよ。なんかね、玉木デニーにしてはね、まあ悪くない、玉木デニーにしては悪くない、ワンチャンですね、中国様ごめんなさい、台湾来世とこうやっつけろみたいなこと言いかねませんからね、これちょっと言いかねないというイメージあるでしょうね。でもそんなこと言ったら日本では大騒ぎになるんだけれどもね、そのイメージだと玉木デニーがですね、一応はですね、日本政府とかですね、アメリカ政府と同じスタンスをね、取ったんでございます。でもね、これに関しては私ですね、一定褒めておきたいなと思います。なぜならですね、台湾はガチガチに大変な状況になってるから、もう本当にガチガチに大変な状況になってるから、どんな支援もですね、台湾にとってはありがたいんでございますよね。ここでですね、まさかの沖縄がですね、台湾の敵に回るわけにはいきませんから、ギリギリ踏みとどまったデニー君、今回に関しては褒めておきたいと思います。しかしですね、彼への評価はですね、この先なんですよ。この先なんでございますよ。なんでこの先なのか、簡単でございますよ。今回ですね、玉木デニーがですね、普通のことね、来世徳さん、当選おめでとうっつってですね、普通のことを言って怒られたわけじゃないですかね。中国から、ね、圧力を受けたわけでございますよね。この圧力を受けてこの男がどう変わるかなんですよ。だからね、見るべきポイントはね、わかりやすい見るべきポイントは二つなんでございますね。中国と台湾に対する彼の態度に何かおかしな変化があるかどうか、これはね、新聞記事でよく見ていきたいと思うんだけど、その後ね、オール沖縄がね、おかしなことを言い出しまして、これに玉木デニーが乗るかそるかという話なんです。で、オール沖縄がですね、これね、今まではですね、基地反対、米軍基地の移転反対とか言ってですね、米軍出ていけとか言ってたんだけど、なんとですね、オール沖縄今ですね、弱体化が叫ばれてるでしょ。これはですね、だからね、もうこの弱体化を止めるためにはですね、新しい自治区、軸ね、新しい主張の軸が必要だっつってですね、自衛隊を出ていけ、自衛隊をこれ以上沖縄に増やすなっていうですね、なんと反自衛隊をですね、新方針に加えようとしてるらしいんですよ。で、これをですね、玉木田に言うんだみたいな感じで今圧力がかかってるみたいで、これを言い始めたらもう玉木デニー終わりですよ。当たり前でしょ。今の状況から考えて、米軍を増やして自衛隊を増やしてという形で沖縄を守らないといけないのはもう周知の事実でございますよね。このタイミングで自衛隊の増強に反対するとか本気で言い始めたらですね、これ沖縄県民死んでもいいって言うと一緒だからね。そうなるとこいつはもう完全に中国に取り込まれた、完全に中国側のお味方になってしまったら判断しましょうね。だからね、今後ね、このオール沖縄がですね、玉木デニーにですね、おい自衛隊の増強を止めるって言おうぜ、なあなあなあと言ってきてるんだけれども、これに関してこの男がどういう返答するのかね、ここがね、見るべきポイントなんでございますわよ。どうも闇の鉱山でございます。はい、前置きが長い。はい、ということでね、今回ね、これね、玉木デニーがですね、今後どうなるのかっていう、こういう見方をしましょうというお話ですね。あとね、台湾ほんと大変みたいなのよ。台湾でもガチガチ、これね、俺もう新聞では出てるんだけれども、俺の動画では言ってなかったから言うんだけど、今ね、台湾とですね、国交を結んでいる国は12カ国ありますよね。はい、この間ナオルがね、断交しちゃったから13から12に減っちゃったんだけど、なんとね、ツバルという国知ってます？ツバルという国はね、これね、よく聞いたことあるでしょ。2050年までに海に沈んでしまう国ということで、聞いたことあるでしょ。それがね、ツバルなんですよ。そのツバルがですね、なんとですね、台湾と断交する可能性が出てきたという話がですね、オーストラリアの報道で、新聞からですね、ドカンと発表されちゃったんですよ。これやばいのよ。これ本当にこうなっちゃったら本当にやばいんですよね。これやばいという状況もあるし、あともう台湾の中国の侵攻に対してですね、今台湾軍がですね、これミサイル司令部をですね、新たに設置をすると。どんなミサイル司令部かというと、移動式のミサイル司令部をですね、新たに設置をして、つまりね、基地なんかに備え付けてね、ミサイル発射台ばっかり置いておくとですね、そこを集中攻撃された場合、もう台湾防衛能力なくなっちゃうでしょ。だからね、逃げながらね、移動しながらね、延々と中国軍とね、侵略をしようとする中国軍と戦うことができる、中国に対して抑止力をですね、発揮することができる移動式のミサイル部隊をですね、新たに作るぞっていう話になってきてるんですよ。ね、わかる？台湾がどんだけしんどい状況になってるか。
ね、そのね、台湾がですね、そのどういう状況になってるのかっていうですね、の表した非常にわかりやすい記事ね、昨日のね、あの、元朝日新聞の峰村さんの記事についてですね、結構やっぱあの方の言うことね、あの、正しいんだわ。あれ、王道だわ、多分。あの、中国はですね、台湾侵攻ではなく封鎖ね、つまりね、あの、武力侵攻っていうのがもう難しくなってきてるんですよ、今。あのね、中国はですね、あのね、武力で台湾を侵攻するっていう状況って、なかなか難しくなってきていて、当然米軍とか自衛隊とかがですね、頑張って守るぞ。だから当然台湾軍がね、その中国は なるんだけれども、それだけではなくて、イギリスがですね、あの割とねアジアの方に出てきてるって知ってました。これ去年のね4月くらいの状況なんだけれども、中国が台湾侵攻のようなおかしな真似ができないように、なんとイギリス軍がですね、あのイギリス軍艦がですねアジアに追加配備をされるという形で、今ね台湾海峡周辺ってね、実はねイギリス軍結構来てるのよ。こないだもさ、なんかさ、あの中国がさ、航海かどっかで、なんだろう、潜水艦用に仕掛けた罠があって、それがねイギリス海軍向け、イギリス海軍をですね陥れるためにですね、なんかちょっとコーヒー飲んでいい？海の中に仕掛けた罠がありまして、それにね、中国の潜水艦が、自国の潜水艦が、自国が仕掛けた罠にかかって、大ダメージを食らったっていうニュースがね、これあったでしょ？あったでしょ？俺8月くらいだったっけ？俺今日流したと思うんだけれどもね。あんな感じでですね、ああいう感じで、イギリス軍向けのですね、なんか罠を仕掛ければならないくらいですね、イギリス海軍がですね、結構ね、この台湾海峡周辺に出張ってきてるというような状況もあってですね、なかなか中国はですね、これ単独でですね、台湾に武力で侵攻するっていうのは難しい状況になってきてると。で、そうなった場合、じゃあ新しい手としてはどうするのか。そう、兵糧攻めなんですよ。兵糧攻め。台湾っていうのはね、エネルギーのね 90% 以上ですね、輸入に頼ってたりとかするから、だから、ね、台湾海峡全体、台湾周りをですねぐるーっと塞いでしまう。ぐるーっと塞いでしまえばですね、もうそれだけで台湾の命って止まるんだよね。だからね、持って3ヶ月、そうなった場合持って3ヶ月であるっていうね、この持って3ヶ月っていうですね、この情報を元にですね、いろんな分析がこれ進んでまして、今の台湾の状況っていうのがね、これ結構わかりやすく書かれてますので、これね、本当ね、もうね、あのね、台湾って本当に大変だから、玉城デニーの支援であろうともですね、俺欲しいのよ、欲しいんだよ、玉城デニー、お前変説しろよ、お前一応日本人だろ、もう頼むよね。だからね、あの台湾の状況を知らせるためのね、この記事をですね、最後に読んでいきたいなと思うんだけど、はい、もう前置き長えな俺の。そもそもですね、今回ね、なんで玉城デニーが怒られたのかというところをもう一回整理していきましょうか。はい、当然ですね、あのね、台湾ではですね、1月の14日でございましたっけ、13日だっけね、台湾総統選が行われましてですね、見事に頼清徳さんがですね、当選をいたしました。これは日本にとってもとっても良いことなんですよね。それに対してですね、普通のことを玉城デニーさんやったんですよね。はい、民主的な政治で選ばれた雷さん、お祝いの意を表したいという形でですね、玉城デニーさんがですね、雷清徳さんにですね、おめでとうございまーすって言ったんですよ。普通に言ったんですよね。でも面談はしませんよ、中国様怖いからみたいな感じで言ったんだよね。したらですね、まあ、中国はぶち、中国のね、福岡総領事館がぶち切れましてですね、玉城デニーに対してですね、なんと抗議をするんですよね。強い不満、断固反対、一つの中国には反対だという、何を言うんだと思う。読んでみる、これ読んでみるね。中国のですね、福岡総領事館は22日、玉城デニー知事が、台湾総統選で勝利をした民進党の雷清徳氏にですね、憑依を示したことに対して、中国語のホームページで強い不満と断固とした反対を表明すると、声明を発表しました。ただしですね、知事はですね、会見で、台湾問題について踏み込んだ発言はしておらず、中国側の強硬な姿勢は波紋を読みそうである。いや、そうだよね。そしてですね、玉城デニーはですね、18日の定例会見で、台湾総統の影響などを問われまして、次期総統として、台湾の人々から民主的な選挙で選ばれた雷さんにですね、お祝いの意を表したいと答えました。当たり前のことでございます。そして台湾をですね、巡る情勢の安定は国際社会の安定にとっても非常に重要であるとしてですね、雷さんに台湾海峡の安定と平和に取り組むことを期待したいと述べました。声明はですね、一つの中国の原則に重大に違反しているとね、中国側はですね、バカみたいに批判ね。そして、日本と中国の、台湾地域の関係間のですね、いかなる形式の交流、公式交流にも反対をして、関係者に対して自らの間違いを正し、一つの中国の原則を遵守し、台湾独立勢力に誤った信号を送らないように要請するとしているという形で、これね、紋切り型のですね、これね、なんだろう、台湾おめでとうって言った人間に対するですね、圧力なんですよ。圧力、これね、日本政府に対してもなんかこんなん来てないでしょうね。これをね、玉城デニーがですね、ギリギリ日本政府と同じスタンスの中でですね、交わしたんですよ。まあ、ちょっとかなりひよってるし、かなり風見取りって経験感はあるんだけれども、だからね、ふざけんな玉城デニー、お前風見取りかよってバカにする人多いと思うし、俺も正直そう思うんだけど、ただね、
はっきりと台湾の敵にならなかったっていうだけでもね、このバカをね、俺はね、評価をしたいと思うわ。おい、本当に台湾今大変だからさ、ちょっと玉木デニーのこの反論見てみる。玉木デニー知事、中国の批判に一つの中国政策の認識は共有してますよ。で、これはね、日本政府とかアメリカ政府と一緒なんですよ。一緒なのよ。これを建前として、中国さんそんな怒んなくていいじゃんって、これを建前として怒んなよって言いながら、でも台湾侵攻は許さないっていう行動をするというのが日本とか台湾のスタンスだもんね。はい。台湾とはですね、非政府間の交流の認識でございます。そう、これだからね、意外と悪くない返答なんですよ。ギリギリ OK なんですよ。ね。だから、玉木ね、も一応大人だったんだね、と。ちゃんと大人の対応しましたね、という形ではあるんだよね。ただね、ここでね、玉木ね、を完全に評価してしまってはダメで、俺、だからね、ここなんですよ。俺次読みたいのこれなのよ。これなのよ。あのね。玉木デニーが、このね、オール沖縄の無茶ぶりに対して、どう回答するかをちゃんと見ておいてください。で、これね、ちょっと記事読みながら説明してみましょうか。実はね、この後ですね、私、まだ子供のお迎えがありましてですね、早い行かな、まずいんだ行きますね。自衛隊増強の是非、オール沖縄の新方針に加えるのをね、加えないのどうなんですか。沖縄県知事を前にですね、議論折り合わず、温度差も、ね、そうだ、これね、だからね、これ簡単に言うと、オール沖縄っていうのはですね、どんどん高齢化が進んできていてね、米軍基地反対って言ってるあの、おじいちゃんたちですよね。で、あの、おじいちゃんたちですね、どんどん今力を失いつつあるんですよね。だからこれ力を取り戻すためにはですね、新しい主張をするべきだ。で、新しい主張はどうしようかね、自衛隊出ていけーをしようぜって言ってるんだけど、これやっちゃったら沖縄県民死んじゃうのね。ね、ワンチャンね、台湾有事が起きた時にね、兵隊さんがね、防衛のための兵隊さんが足りないっていう風になったらですね、沖縄県民死ぬしかないからね。いや、ほんとそうですよ。だから自衛隊っていうのは増強しなきゃいけないんだけれども、これに反対しようぜっていうですね、信じられない主張なんですよね。これに沖縄県知事がそうだーって言った瞬間にもうリコールしましょう。クビにしましょう。ね。このね、オール沖縄の首相に対してですね、玉木デニーは、今んとこね、まだ明確な返答をしないんですよ。で、これに対してですね、どう返答するかによって、玉木デニーさんの評価を決めましょうね。はい、じゃあ読んでみようか。はい、沖縄県名護市、辺野古のですね、新基地建設反対を掲げるですね、オール沖縄勢力内で、新たな基軸にですね、南西諸島の自衛隊の配備の強化を、に反対をしようじゃないかっていうことをですね、加える動きが出てきておりますと。これもう完全に、この行動でですね、メリットがあるのは中国だけだからね。日本には何進めれてないからね。マジでやばい動きだよ、これ。はい、辺野古反対のですね、一点で集結をした現状の運動方針では、自衛隊の増強に対抗ができないとの懸念がですね、勢力内から上がっているためであると。ただですね、労組や、市民運団体で、構成をするオール沖縄会議はですね、昨年の夏から、運動方針の変更を議論しましたが、各組織はですね、折り合えておりませんと、6月のですね、県議選をですね、見据え、新たなですね、結集軸が必要との訴えは、玉木デニー県知事周辺からも出ておりますと。ただがですね、与党内での議論も活性化しておらず、県政幹部はですね、視界不良だと懸念をすると。そらそうだよね、そらそうだよね。この危ないもんね、ちょっと5分飲んでいい。で、意見が割れてですね、継続は審議にと。政府はですね、2022年の12月に、閣議決定をしました、安保関連3文書を軸にですね、南西防衛強化を進めております。文書決定を機にですね、オール沖縄会議内からは、明らかな憲法違反であるとね、地域課題にも触れないといけないとの声が高まったというと、同会議はですね、23年の8月にね、組織検討委員会を立ち上げまして、自衛隊問題に対応ができる新たなですね、結集理念のですね、協議を開始、11月にはですね、同会議の設置目的を定めた、理念の数軸とも言えるですね、第2条に沖縄を再び戦場にしないとの文言を加える動きが出ました。だから組織はですね、構成員で意見が割れました。大きな話は柱は残しつつね、沖縄の戦場化につながる軍拡は阻止するべきであると、肯定的な意見がある一方ですね、捕獲を問わず結集するためにも変更するべきではないとの否定の声もあるとね、そんなでっかいことを立ち上げてね、まとめることができんのかお前ら本当によという声もあるわけですな。結局不足にですね、構成団体の主張は尊重すると盛り込むですね、妥協案が示されまして、今継続審議お話し合いの途中でございます。そして自衛隊容認の組織もとね、同会議の関係者はですね、構成団体には自衛隊の容認の組織もあるとして、理念を大幅に変えればオール沖縄自体がブレてしまうじゃないかという対応のですね、難しさを口にするとね、だからね、オール沖縄の中にもですね、おい、自衛隊の増強にまで反対するとちょっとやばくねえかという声がね、やっぱあるんですよね。一方ですね、自衛隊問題を争点に掲げる動きは県政内にもございますと。政局のですね、課題として辺野古問題が低調傾向にある中ですね、6
月のですね、県議選を見据え、新たな結集軸が必要との声が知事周辺から上がっております。はい、知事周辺の反応はね、県幹部のですね、一人は、与那国島や石垣島で、自衛隊を誘致して、容認の立場だった島民でも、ミサイル部隊の設置にはですね、拒絶反応が出ていると指摘をします。本当に、それも、めっちゃちっちゃい声だよ、それって。行き過ぎた自衛隊配備への懸念は、保守層にも共感が広がるとの自信を見せていたと。で、ね、しかし、県政与党内での議論は限定的であると当たり前ですよ。だって、今、南西諸島の防衛能力を高めておかないと、南西諸島の島民の方が避難をする時間稼ぎすらできない状況よ。普通に考えたらですね、自衛隊の増強がっつり必要なんですよね。それ普通の人がですね、オール沖縄にもギリギリいたってことですな。でですね、どこだっけ、与党関係者はですね、自衛隊の配備に無関係な選挙区では争点にもなりませんよとね、そうだよね。南西諸島の方々がどう思ってるかっていうのが一番大事だもんね、そのね。その温度差があることを認めると。で、与党幹部は、オール沖縄に辺野古に代わる新たな結集軸が必要であると、こう指摘をしました。辺野古だからですね、原6部でまとまった新たな意思を加える議論には、相当なエネルギーが必要であると。だからね、玉城デニーがですね、自衛隊の増強反対って言わなければですね、オール沖縄もそんな無茶苦茶なことをね、多分ね、言うことは多分ないと思うんだけど、玉城デニーがもしそっちに振り切ってしまった場合、もう即リコールしような。じゃないと沖縄県民の方々死んじゃうからね。はい。ということでね、これね、ただね、これ、玉城デニーが今回ね、ギリギリ踏みとどまりましたよね。ギリギリですね、中国様、ごめんなさいと言わずにですね、ギリギリ踏みとどまりました。これに関しては俺は本当にありがたいと思ってる。それは台湾のこんな状況があるからです。台湾っていうのは本当にね、もうね、もう本当ものすごいギリギリね、外交でね、持ちこたえてると思うよ、これ。じゃあコーヒー飲みます。はい、行きますね。これで終わりましょう。はい、中国、台湾侵攻ではなく封鎖であると。米軍が来ない場合に持ちこたえられるのはなんと最大3ヶ月であるという状況でございます。行きますよ。今年ですね、両岸、中国と台湾の間で危機的な状況が発生する可能性は高いが、中国が台湾を侵攻する、ね、武力侵攻する確率は低いという見通しが発表されました。それよりもですね、中国が台湾を隔離あるいは封鎖をして圧迫に出る可能性の方が高いという観測であると。つまりね、兵糧攻めをしてしまうという状況なんですよ。でね、兵糧攻めを行うときではですね、台湾のはですと問題というのは国内の内政問題であるということをですね、海外に言いまくってるでしょ。だからね、武力侵攻した場合はね、ワンチャン米軍も出てこれるけれども、武力侵攻ではなくね、国内問題ね、反抗的な島をですね、封鎖するみたいな、これ国内の内政問題であるという体制を取られた場合はね、米軍とか自衛隊もね、対応しにくいんですよ。だからそういう方向で兵糧攻めに来るであろうっていうふうに言われてるんだよね。どこだっけ？はい。またですね、中国が、台湾に直接上陸をして統一を成し遂げるほどの軍事的な力量を備えていないという判断からであると。今、貧乏だからね、中国はね。アメリカのシンクタンクのですね、CSIS はこのような内容をまとめた専門家対象のアンケートを、調査報告書をですね、22日に公開しました。アンケートはですね、昨年の11月28日から12月の15日まで、両岸関係に関連をしたアメリカの専門家52人、結構多いね。およびですね、台湾専門家35人を対象に実施されました。今年はですね、台湾海峡に、危機勃発、進行はノー、どういうことかな。報告書によりますとですね、アメリカ専門家の 68% と台湾専門家の 58% は今年のですね、台湾海峡で危機的な状況が発生する可能性が高いと予想しました。しかし中国が台湾を全面的にね、武力侵攻するできると考えるかという質問に関しては、そう考えると回答したアメリカの専門家は 27%、 台湾専門家は 17% にとどまりました。つまりね、武力侵攻の可能性は低いよねと思っている方が多いということですよね。はい、報告書はですね、台湾侵攻のための上陸作戦は台湾島を隔離あるいは封鎖することよりも多くの兵力が必要で、これは複雑で無理であるとして、ここに中国はですね、台湾を侵攻すればアメリカとアメリカの同盟国がですね、軍事的に介入する可能性もありまして、専門家はですね、台湾侵攻に対する成功の可能性を低く評価をしたと分析をしました。そうだから武力侵攻は多分ないであろうと。しかし専門家は、中国は台湾海峡を取り囲むようにですね、隔離をしたり封鎖をしたりする軍事作戦を試みる可能性っていうのは非常に高い見通しであるとおっしゃりましたね。これ僕もそう思います。アメリカ専門家のですね 91%、 台湾専門家の 63% が中国が台湾を隔離する力量を備えていると見ている。つまり軍艦でですね、なんかでですね、台湾の周りを囲んでしまえばいいわけですからね。これはペロシが訪問した直後の軍事演習でもですね、似たような状況も作られちゃってますからね。また中国はですね、軍兵力を動員して台湾をですね、封鎖する力量が十分にあるという回答はそれぞれ 81% と 60% でございました。報告書はですね、隔離を中国海洋警察など非軍事的な行為
意者によって商業ルートを遮断することと定義をしました。封鎖とはですね、今後5年以内のですね、統一のために、軍事力を動員して、台湾周辺の移動をですね、全面的に遮断をする行為であると説明をしました。台湾エネルギー、食料を海外に依存、持ちこたえるのは難しいとね、毎日ですね、中国が閉鎖を行う場合ですね、米軍の支援なしで台湾が持ちこたえることができる期間に対してはですね、期間に対しては最大3ヶ月であるという意見が最も多かった。つまりね、単独で中国が台湾が持ちこたえることができるのはおそらく3ヶ月であろうという話なんだよ。じゃあこういうのです。で、アメリカの専門家の 37% と台湾専門家の 34% が1から3ヶ月間耐えることができるであろうと見ておりますと、2週間から1ヶ月という意見もですね、それぞれ 27%、29% でございました。台湾がですね、全体消費エネルギーの 98%、食料のですね、65% を全量輸入に頼っている状況を反映した判断でございます。ただしですね、専門家は中国が封鎖作戦とは別にですね、実際に統一をするためには侵攻が必要だと見ているというね、中国が圧迫だけで統一を強制することができるという考えた専門家はですね、なんと 6%、 そう、兵糧攻めだけでは侵略できないんだよね、最後には何かやってくるぞっていうことなんですよね。台湾の専門家は 0% でした。反面ですね、中国は統一のために侵攻が必要であると回答したアメリカのですね、専門家はですね 44%、 台湾の専門家は 37% でした。万一中国が台湾を侵攻する場合、アメリカがですね、軍事的に介入する確率は高かったんですよね。アメリカのですね、専門家の 96%、 台湾専門家の 72% がアメリカの軍事介入を予想しました。しかし韓国、日本、オーストラリアなど、アメリカの同盟がですね、台湾防御を助ける可能性に対しては、アメリカの専門家の 60%、台湾の専門家の 52% が肯定的に答えました。でもね、確率半分くらい、結局来るかどうか確率は半分というふうに専門家も思ってるってことだね、これはね。中国がですね、台湾をめぐってアメリカと戦争する場合、核兵器使用の可能性には、アメリカの専門家の 44%、台湾専門家の 11% が同意をしました。はい、環球時報、来世徳、統一をすれば粉々にするぞ。ね、一方ですね、中国の官営環球時報は23日のですね、論評を通じて、台湾執権、民主進歩党ですね、と、次期総統の頼清徳さんに向かって台湾独立路線を諦めるように主張しました。でも元々ね、頼清徳さんはどうしても独立してやるなんて言ってないからね、こういう印象をつけようとしてるってだけだからね、あの中国側がね、はい、同メディアは、太平洋島国、ツバルの太平洋の島国ツバルのですね、台湾断交の可能性を取り上げて、莫大な資金と資源をつぎ込んで何とか維持をしてきた台湾の中国が一桁台に落ちる兆しだとしてですね、民進党と頼清徳は、民進党対局をですね、丁寧に振り返るべきだとしました。合わせて統一という対局にですね、対抗する人は一人残らず踏み潰されて粉々になるとしながらですね、頼清徳が就任前に台湾の現実と対局をですね、完全に認識をして、台湾独立路線を完全に諦めることを進めると強調しました。うるせえって話だよね。22日、中央中心者など台湾メディアはツバルが26日台湾、選挙後にですね、中国を国家と認定する可能性があると報じました。これはですね、ツバルが台湾と断交後にですね、中国と就航する可能性があるという意味であると。これに関連して台湾の外交部はですね、台湾とツバルはですね、様々な分野で緊密に協力をしていて、今後も協力を強化するであろうと明らかにしました。最近ナウルがですね、台湾との断交を宣言し、中国と台湾と就航中の国はですね、バチカン、グアテマラ、パラグアイ、ハイチ、パラオなど12カ国に減ってしまっているという状況でございますよね。意外と台湾やばいでしょ、もうすでにね、結構踏みとどまってる感じなんですよ、台湾ね。はい、これだからね、こういう状況だからですね、玉城デニーが今回ね、完全に中国にまんぶりしなかったのはですね、俺、それは当たり前のことだし、全然本当ね、まだまだ玉城デニーどう考えてもひよってるし、風見取りだなと思うんだけど、それでもね、中国にまんぶりしなかったことだけは褒めてやるわ。ね。しかしですね、もう一番重要なのはですね、今後沖縄県民の命を守るために、オール沖縄の世まいごと、オール沖縄の世まいごと、自衛隊の増強に反対、これ言い始めたらもうリコールだぞ。はい、ということでね、玉城デニーの行動っていうのはね、今後の日本のね、この沖縄防衛に関してですね、非常に大きなですね、意味を持ちますので、これはね、またシンボリックな記事があったらですね、皆さんお届けしたいと思います。はい、というわけでですね、これね、私そろそろね、子供を迎えに行かないといけないからね、慌ててます、慌ててます。というわけで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイブー、バイブー。